今シーズンの意気込みを教えていただきたいんですけれども、はい、そうですね、やっぱり1シーズン目は3位ということで決勝進出もできなかったですし、もちろん優勝もできなかったので、2シーズン目は絶対に決勝進出して優勝目指して頑張りたいと思います。今回2シーズン目ということですけれども、やっぱりこう長年携わってきてて、今ってやっぱ結構盛り上がってると思います、卓球全体が。そうですね、もう間違いなく卓球人気は上がってると思うので、はい、やっぱ若い選手も結構注目の選手が多いですか。そうですね、もう年齢層、活躍する年齢層が本当に若くなってきてるっていうのは日本国内もそうですし、世界的に見てもそうだなと。なんかご自身の昔の頃と比べて今こういうことが変わってるなっていう、別に全然卓球と関係なくてもいいんですけど、なんか変わってきたなって思うことってあります？まあ、やっぱり卓球に関して言うと、やっぱりでも、なんていうんですか、僕も15歳ぐらいで世界卓球とか出てたんですけど、もう今の、まあ、張本だったり世界的な若い選手っていうのは本当にその年齢でもう活躍してるので、全然レベルが違うなと思います。張本選手に関しては どのように思われてますか。まあ、本当に素晴らしい選手だと思いますし、絶対に東京オリンピックでいい結果を残してくれるんじゃないかなっていうふうにすごい期待してます。試合に昔ってああいう掛け声が特徴的な選手っていました？あまり特徴的な人はあんまりいなかったかなと思います。よく声出す人は昔からいると思うんですけど。よく声出す人はいらっしゃったんですね。まあ多いと思います、はい、ご自身は自分では出す方出さない方どっちだと思いますか。まあ出さない方ですかね。なるほど。じゃあまあその結構いろんな選手もいると思うんで、はい、また盛り上げて頑張っていってください。はい、すみません、ありがとうございます。